約束しよう俺は必ず巨人を絶滅させる救いのヒーローブリブリザイモンスケダチータスそれにこれは刀ではない千歳 <laughs> セだ104機の中に2名ほど彼女と同じ地域の出身者がいるようなんだその2人はライナー・ブラウンとベルトルト・フーバー <laughs> 10日交換だ<え>俺の人生半分やるから お前の人生半分くれ何同じ風使い同士あいつの相手は私一人で十分さ急げガーラこれででかいのはあらかたやったぞ誰だよこれ全部飲み合ったやつだ手まりガーラを連れて先に行けお前はもう限界だ足でまといはいらねえじゃんケニーこの世界はそう遠くない未来必ず滅ぶ 滅ぼし合うほかなかった我々を友人にしたものは一体何だ俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ愛してくれて <laughs> ありがとう貴様、俺の血を引いているわには腕の再生に気づかなかったのは同時だったなフリーダの記憶はまだ生きているお前は姉さんに会いたいかそうだな。 何かと面倒くせえだろうそれでうちのマルコに興味を持ったんだな、ね、<laughs> 話に聞いた通り資料深いしかしいますよ潜水の巨人はこの中にあなたですかあの技を教えたのはあの術を扱うにはナルトはまだ幼すぎると思うんですがね正直今からガビの評価を上回るとは思いませんがそれでも 迷わず突き進めそうですお前たちは腐った油のような匂いがするひどい悪臭だいったいどれだけの人を殺した手紙は読ませてもらったわしなりの考えも持ってきたその上で聞くが本当にやるのかお前の価値を俺自身で確かめてやるさあ俺を超えてみろ俺たちが役立たずのただめしぐらいだって馬鹿にされてる時の方が みんなは平和に暮らせるんだぞ。おい、ミサエ、そりゃ言い過ぎだろ俺だって毎日頑張ってんだぞ。犬の一匹や二匹父ちゃんが何とかしてやる。あの悪ガキの起こす面倒の世話をするのは昔からお前らの役目だろ腐れんってやつだよ。貴様ごときがこの俺のブルーアイズを従わせるなど、この屈辱許しません。単身乗り込むリスクと板取君を連れて行くリスク、前者を選んだまでです。 彼はまだ子供ですから自ら他の獣を取り込み己の能力にしてしまう究極獣を生み出したようです悪いな手塚あの流れから来るドロップショットの確率は92%ゲームをシミュレートしていけば読み切れないわけじゃないあえてよかったあなたはジークの居場所を知っているはずですそこまで道案内をしてもらいますそれよりとっとと中任になってやろうぜ 何度も試験なんてめんどくせえからなマーレのために寿命を縮め他国を侵略するなんて馬鹿らしくてやってられないよなイタシとサスケのため四代目や里の皆の尽力痛み入りますバカには任せられないってお前が言ったんだろお前は俺よりもバカなんだからお前言ってることが矛盾してるんだぞ鬼の音が消えた炭治郎鬼倒したんだなあと何か 変なうるさい足音がするな褒美だ我の子種をくれてやる何をしておる起きよ我が奴隷ゆみるよそんな運命などないお前の息子がそれを示そうと戦ってきた私の娘もだ皆の足手まといにならぬようになジャンボあんた何でうちに帰ってこないんだい ワグナーさんとこのトーマスちゃんはちゃんと顔出してたよ<だ>あでも土井先生なぜ先生か山田先生が一緒に行かないんですか外へ行く時は三人一緒にだろう忘れたのかつまり俺たちは大事に大事に管理された鬼の食料だったってわけかいやエレンの言う通りだ団長には簡単に我々を信用できない理由があったんだと思う 1一匹目だからちょっとした余興ぜよ。これからドイツが本体か、当てっこゲームしてやんぜよ。まあ、思ったよりお前は人間だったってことだ。人間に危害を加える虫はほとんどいない。アブラメ一族秘伝の虫よけの薬があるが、できれば使いたくない。アルミン、座ってなさい。かわいそうに、あの様子じゃよっぽど。これをトライの入会金にこれで頼む。 夏はトライで夏期講習30%オフマジ号泣遅くなってすまんなご飯よ武術の鍛錬は続けておったかああ入れたらいいな王の近くでの仕事なんてこんな光栄なことはない学校が統合されてなくなったって俺たちが集まる限り赤城中の魂はなくならねえんだ楽園奥にされた俺たちの同胞だ お前の方こそ何をしている。いつまで地面に尻をついているのか、構えもせずに。さあ、かかってこい。昔から奴らが気に食わなかったからだ。<laughs> また同じ脅し文句を取れたな。他の奴はないのか私たちは、サスケを始末する。その後お前らが踏みとどまれ。ウォールローゼを破壊する。 始祖の巨人をあぶり出す手段はもう他にない最近やたらと耳にする飛身隊まさか噂通りに農民歩兵の集まりとは思ってもみなかった俺はエレン・クルーガー今見せた通り9つの巨人の1つを宿しているまいったないずれバレると思ったけどこんなに早くバレるとは1週間分の献立を考えるのが意外と難しくてよしじゃあ行ってくるよ 行ってきますハンジさん、そのガキの口をゆすいでやってくれ。あのワインが入っちまった。いつもなら先輩のプラモを見て、まずバカカモンって怒鳴るところですよね。おい、嘘だろう。ここまで追ってきやがった。エレン、いつかお前を救い出してやるからな。ここは花毛空間俺が作り出した世界だ。ああ、彼女欲しい。わかるだろう。30歳でファームの俺を。 何年も球団が待ってくれるか。私のターンでも2枚の伏せカードを出す。終了。待て。とにかく目的を言え、何も聞かずに拷問する奴があるか。今までよくも俺を裏切ってくれたな。<laughs> 痛みを通り越して快感に。くる。<laughs> この世の全てからお前が恨まれることになっても。 父さんだけはお前の味方ださて、今回のポケモンは、ピ、ピカチュウ